はい、どうも皆さんこんにちは、ランルイのランです。今回バレーボールについて、少し話していきたいんですが、今回の企画は、まあ、この皆さんがどうやってバレーボールを見たらいいのか、こう見たら面白いよっていうポイントとかを自分がまあ解説できたり説明できたらなと思うので、ぜひ今度自分の試合見に来たり他の試合見に行くときにこういう見方したら面白いよっていうのが説明できたらなと思います。その企画を今日やっていきたいと思います。お願いします。お願いします。まずテレビで見るのと会場に足を運んでした、それぞれのなんか大きな違いって何かあったりします？それぞれどっちもメリットはあると思ってて、テレビで見るならやっぱり解説がついてるし実況がついてて、まあ、そのバレーボールをうまく説明してもらいながら見れたり、まあ、解説の方がうまくこう説明して今の心境はとか今の選手の考えたことはとか言って説明してくれるので、まあ、それは分かりやすくて、あとまあリプレイで出たりもう一回同じプレーをこうスローモーションで見れたりするんで、だからあこういう打ち方したんだこういう決め方したんだっていうのを、まあ、ゆっくりと見れるというか、あのテレビの前だと落ち着いて見れるっていうのが、まあ、メリットかなっていうのがあって、まあ、会場に行ったらやっぱり間近で見れる分迫力であったり、まあ、同じようにやっぱ戦ってる気持ちがより一層強くなるかなって、その解説とかがない分でも近くで選手の迫力あるプレーであったりすごいプレーを間近で見れるっていうので、やっぱり見てる側も楽しくなれる、まあ、それはその会場とテレビで見るのの、まあ、違いというか見るところのメリットの違いなのかなっていうのを感じます。はい、なるほど。バレーボールにも多分いろんなポジションがあると思うけど、うん、今いわゆるラン君がしてるポジションって例えばどういう枠組みのポジション？そうね、まあ、あの自分のポジションはセッターの次に、まあ、ボールを触る回数が多いのかなっていうのがあって、うん、まあ、自分がやってるポジションはアウトサイドヒッターって言って、レシーブもしながらスパイクも打つ、まあ、全ての、役割をしないといけない、それが、まあ、自分がやってるポジションで、レセプションっていわゆるサーブカットをしてからスパイクモーションに入って後ろからでも全員いるときは前からも攻撃をする、でラリーが続けばブロックも参加するし、時には自分がフェイクセッターやるみたいに、セッターが触ったボールをセットする、まあ、そのトータル的に全部の仕事をするサーブ打つしっていうポジションが自分のポジションなのかなと思います。バレーの中で一番人気のポジションってあったりします？やっぱりでも自分がやってるアウトサイドヒッターポジションが一番やっぱり、まあ、どのポジションも楽しいし、まあ、すごい重要な役割を担ってるけど、やっぱりトータル的に見て全てやれるっていうのはアウトサイドヒッター、例えばリベロならスパイクが打てない得点を取れる機会がないからやっぱレシーブだけっていうところ、まあ、でもレシーブのその凄さがあるんですけど、セッターはセットをする、で、まあ、でもセッターが得点取るのってまた難しいみたいな、で得点取れるポジションはミドルブロッカーかオポジットかアウトサイドヒッターの3つの得点を取れるポジションで、まあ、その中でもやっぱり一番トータルに全部仕事ができる面白いポジションっていうのはアウトサイドヒッターなのかな、まあ、そこが人気自慢かなっていうのは思いますね。なるほど。なんかこう昔はなんかもうリベロからねやってたじゃないですか、うん、ポジションが変わるっていうだけでやっぱり相当難しさはある？かなりあります。自分が前パドバでリベロをやった時もアウトサイドヒッターならやっぱり得点を取れる分、まあ、その試合の時調子が悪かったりしたら挽回できる、その最初なかなか調子が上がらずに得点が取れないっていう場面が出た時に、まあ、まだセットを重ねることで自分の調子を上げていって、その後得点を取って、そのまあミスであったりとか調子が悪かったプレーがまあチャラになるというか挽回するチャンスっていうのがアウトサイドヒッターは作れるっていうのは、あの、まあ、得点取れるポジションの、まあ、いいとこというか得点を取れるポジションだからできることなのかなって思うけど、リベロをやった時にやっぱりなかなかレシーブが上げれません、ディフェンスできませんっていう時に得点を取れないから、その、まあ、もろにディフェンスできないポイントとかレシーブできなかったポイントっていうのが自分にダメージが来るというか、精神的にきつくなるのはリベロだなっていうのは、あのそのやった時に思って、まあ、それぞれのポジションすごいアウトサイドヒッターでもやっぱり調子が上がらなくて決まらなかったり、まあ、ずっとその後も調子上げれずにっていう、もちろんそれはあるけど、リベロは特に挽回するのがやっぱりディフェンスでしかないから、ディフェンスの確率ってめちゃめちゃ低い分挽回するチャンスも低くなるから、やっぱりそこがかなりリベロポジションを経験した時にやっぱり難しかったなというか、メンタルを保つことが難しかったなっていうのはそのリベロやった時思いましたね。もうメンタルケアに関してはなんか誰よりも長けてると思うけどねなんか試合中でもやっぱりそこのメンタルって上げ下げあったりします？まあ、一番最初に
自分がメンタルがぶれた時とかを考える前に、まあ、意識していることっていうのは、まあ、自分がもう強いって思うしかなくて、試合では自分ができる、そういう自信を常に持ってるっていうのは大事で、まあ、試合が始まった中でやっぱり調子が上がらない時とかにメンタルがきつくなってきたりするシチュエーションはめちゃめちゃ、まあ、本当に世界選手権でもそうだし VNL でもそうだし、まあ、それはもう試合で毎回必ず、まあ、起こることというか、だからこそそれをまあ想定した中でそれが起こった時に自分がどうコントロールしていくのかっていうのを事前にやっぱ考えておく。例えば自分が1セット目得点決めれなかった、で、あ、今日調子悪いかもなって思ってしまったっていうのがあっても、まあ、まず周りに仲間がいるから自分がその得点取れなかった分レシーブで挽回すればいいやとか、そういうまあ常にポジティブな考えで他で挽回すればいい、次のセットを自分が得点取ればそれはまたプラスになっていくから得点取ればいいっていう考えを常に持ってて、まあ、試合の中でかなりメンタルをコントロールするのって難しいと思うけど、その試合前にそうなった時にどう自分がマインドをチェンジしていけるか、メンタルをコントロールしていけるかっていうのを事前にこうメンタルをコントロールするメンタルを作るみたいな。なるほど。そんな感じっすね、自分は。なるほど。バレーのこうワンプレーごとにみんなでこうハイタッチっていうかあれするやんか。あれってやっぱどういう意味合いがあるとかってあるの？ああ、でもなんかあのハイタッチって結構何もなくても結構ハイタッチするっていうか、バレーボールは。まあその、まあ、バレーボールとかバスケとかもそうかな。あのやっぱり選手との間がまあ近かったり距離が近い分、まあ、すぐハイタッチできる距離もあるんで、あ、なんか科学的にハイタッチすることによって、まあ、メンタルが少し、まあ、緊張がほぐれたりとかすごいメンタルケアになったりっていうのをするのがまあ今あるらしくて、だからハイタッチするだけでも少しまあ落ち着けたり、自分が口でコミュニケーション取らなくてもハイタッチでコミュニケーション取ってるみたいな感じで、だからその、まあ、自然ともバレー選手は常に本当にもう試合の中で何回ハイタッチしてるかっていうぐらいハイタッチするから、もうレセプションする前でもそうだし、得点決まってからのハイタッチもそうだし、プレーの時はなかなかできないですけど、プレーが終わった次のプレーが始まるまでの間でやっぱりどれだけハイタッチしてるっていうか、まあ、それがもうコミュニケーションになってるなっていうのは、まあ、今やってても感じますね。まあ、特に海外にいる分、まあ、うまくコミュニケーションが取れないっていうのももちろんあるのはあるんですけど、多くのやっぱりいろんな国から来る選手がいるから、やっぱり国によってやっぱり声の書き方も違ったりとかそういうのもあるんで、だから一番まあハイタッチっていうのがまあ共通してどこの国でもできることであったりとかもするんで、だからもうそれが本当にまあコミュニケーションというか、調子が悪い選手がいますっていうので、まあやっぱハイタッチするだけでやっぱり次一本次一本というか大丈夫だよとか、そういう伝え方になってるっていうか、そのハイタッチの仕方でも全然この相手の伝わり方が違う、なんかそんな感じですね。うん、なんか外国の人パワー強いしハイタッチ痛いとかないの？海外ね、結構ね、フェイスタッチが多いんですよ。顔とか頭とか、結構バン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 されるんで、日本人って結構髪の毛とかセットするじゃないですか。だから髪の毛ぐちゃぐちゃなったりするから、日本とそれが全然違うから、ちょっとまあ面白いと思う。たまにこう胸とかこうパーン叩かれるときに、ネックレスとかバチン当たって胸に出てきて。高橋ランサポーターズクラブではライブ配信やオリジナル動画やメッセージなど様々なコンテンツがあります。ぜひ参加してください。